こんにちは、翔太です。今回なんですけど、私のですね、セーラーについて話していこうかなというふうに思います。今なんですけど、試練レベルとしては、レベル43まで、来ましたね。100までいったらなんか解放されるっぽいですけど、ちょっときつそうですね、100まで解放するのは。で、基本的には今3時間でやっているんですけど、手動でやった時にですね、結構守護と守護ですね、が、耐久面上がるものになっているんで、個人的には守護からやった方がいいかなと思って守護やって、でその次に集中やって、回避が上がるんで集中やって、その次効力やって強靭っていう順番にやってるんで、お任せでやると絶対強靭コースになっちゃうんですね。これがですね、結構やりにくいなっていうふうには思っているんですけど、今やっているというふうな状況です。で、戦力がですね、なんと5000万超えましたね。てか結構こうサクサク上がっていきます。面白いですね。6000万目指そうかなというふうには思ってますね。戦力が5200万超えまして、 HP もですね6500万超えているというふうな状況です。攻撃力に関しても700万から915万とか、いうふうな感じですね。ちょっとパラメータも見ていこうかなと思います。筋力がまず43万ありますね。で、臨床知力は上がりにくいんですけど、体力は24万あるというふうな感じです。各種ステータスを見ていくと、HP ですね、6565万8712と。で、MP が217643で、物理バリア、当日バリアが、2000万ぐらいですね、2016万6636と。で、最小攻撃力が709万8004、最大攻撃力が915万8556。防御力が、神器ですね、電子神器40まで上げているんで 120% 上がって253万8890と。で、物理と砲術ですね、これ結構上がったのかな。160% ずつ上がっていて、376万6994と247万9454。で、砲術貫、あ、じゃ防御貫通が11,700で、物理防御貫通が24,900と。で、砲術防御貫通は3,900となっています。命中値は643,390。副将でなかなかこの値は見ないですね。で、回避値も408,220。回心値が599,116。で、根気値が546,015。なかなか見ないな、こんな数値。で、神髄共鳴はいいや。で、特殊ステータスはそうでもないですね。HP 吸収 40%、ダメージ反射 40%、HP 最大回復率 8% と。で、物理回心、物理回心高いです。483.9% あります。物理回心ダメージ対して 60% の、砲術回心ダメージが 323.9%。で、砲術回心ダメージ対して 40%、状態状態性はないですけど、状態状態性無視は 100% ありますよ。で、あとはもうもろもろなくて、経験値 49% と、どうか 180% というふうな感じになっています。装備獲得が未だに謎ですね。というふうな感じになりました。またですね、ちょっとこれ多分育成していけばですね、おそらくなんですけど、4000万。6000万も目指せるんじゃないかなというふうに思いますので、ちょっとですね、私は多分上には上がいると思いますけど、それなりに強いですね、セーラン作りに、勤しんでいこうかなというふうに、個人的には思いますね。ちょっと今、前回の私の動画をちょっと見てみますか。ちょっと見てみますか。前回は、4600万だったんだ。これが9日前。ですね。ちょっとこの動画が上がる頃には10日前になってるかもしれないんですけど、で、4500万から5200、10日で700万ぐらい上がってんのか。そのペースで上がるんなら、今月末には6000万。そんなに上がる？そんなことになんのかな？ちょっと桃源郷のレベルですね。試練レベルの必要な経験値っていうのも上がってきているんで、ちょっとなかなか、あとですね、ちょっと私もう取り付く、これですね、この時の春車を正直取り尽くしちゃったような感じがありますんで、もう使い切っちゃったんで、なかなかちょっと難しい部分はあるかなというふうには思うんですけど、ちょっとこれとかもですね、やりつつ、風獄の塔とかやりつつですね、セーランちょっと頑張って、もっと育成していこうかなというふうに思います。こう火力めっちゃ上がってるな、100万以上上がってますね。HP1200 上がってる。すごいな。なんで？あれか、やっぱ、ここの試練の
ああ、ここでめっちゃ上がってんのかな、多分。これって乗りますよね、多分。本体にも。ここのだけの話ではないですよね。ここの修行の成果っていうところで HP が6万上がって79.8%上がってると、これがこっちに乗ってるんですよね、多分。で、まあ、帯のところでも体力結構上がっているっていうところと、まあ、思想じゃない、資質か、もう結構、もうすぐ、まあ、全部完走しちゃうんで、そこの上がり幅っていうのはなくなってしまうんですけど、まあ、その部分でも上がっていたりだとかしているのかなというふうに思うので、うん、まあ、そういったのが積もり積もって、こうなったのかなというふうに思います。まあ、防御力が4、まあ、そうですね、防御力 42% 上がってるのか、前回の防御力が207万だったんで、今が205にめっちゃ上がっとるやん。すごいな。ああ、物理防御力とかも60万ぐらい上がってますね。いや、すごいな。なんかちょっと楽しいな。ちょっと育成頑張ろう。ちょっと頑張ります、私、セーランの育成。全サバナンバーワン目指して、ちょっと頑張っていこうかなというふうに思います。まあ、うん。まあ、この桃源郷で上がる部分はやっぱりなんかめっちゃ伸びてる感じがしますね。このパーセントで上がっている部分っていうのはかなり上がっているような気がするんで、まあ、今後もですね、この調子でやっていきたいなというふうには思います。 MP も結構上がってるな。うん、これからも頑張っていきましょうか。この星の復祝祝福っていうのがですね、解放される、まあ100までいかないといけないんで、これだいぶ先の話ではあるんですけど、ここが解放されるとですね、また話変わってくるんじゃないかなと思うんで、もしかしたらセーラン、スキル的にないかな。まあでもステータス的にはですね、ステータスナンバーワンもありですよね。結構スキルでは勝てないけどステータスはナンバーワンみたいな状態になることを期待してですね、ちょっとやっていこうかなというふうに思いますね。どうしよっかな、セーランの武器 MR 化しようかな。今ちょっとお下がりで借りてるような状態なんで、ちょっとなんかね、なんか恥ずかしいじゃないですか。MR 結晶30個。いや、神髄成果250だけ使うのか、ちょっときついけど、どうしようかな。じゃあ、ちょっとこれのために、ちょっとポセイドの武器をばらしてっていうのはやりたくないんで、ちょっと悩んでるんですけど、まあ、まだなんでこれ、進化を発揮してない状態なんですよね。あと多分200万ぐらいは武器で伸ばせるんじゃないかな。言い過ぎかな。伸ばせるんじゃないかなというふうに思ってるんで、ちょっとまあ、まだ伸びしろがあるっていうところで結構楽しみですね。楽しみで楽しみで仕方ないです。いやー、まあ今回の動画はですね、ここまでにしようかなというふうには思うんですけど、まあちょっと私のですね、セーラーの成長をですね、皆さんにも見ていただきたいので、まあまたですね、どっかで動画上げようかなと思う。まあ次は6000万かな、超えたら動画上げようかなと思いますので、見てもらえると嬉しいです。今回の動画はここまでにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクス、よろしくお願いいたします。あと、これ言ってから言うのもあれですけど、まあ、もしですね、まあ、6000万セーラン行った方いらっしゃったら教えてもらえると嬉しいです。まあ、私がですね、知る中で一番育成しているとしたら、育成していそうな方は、まあ、まあ、かの有名なルル姫様かなと思って、ちょっと1サーバーのところ見に行ったんですけど、ちょっと今のところはそうでもなかったの、そうでもなかったというか、そんなに変わってなかったので、まあ、もしですね、まあ、6000万とか育成されてる方いらっしゃったら教えてもらえると嬉しいです。では、終わります。